こんにちは。今回は7色のハートをたくさん作って虹の作り方をご紹介したいと思います。 7.5cm×7.5cm の折り紙をご準備ください。動画の途中で雲の作り方もご紹介しております。ぜひ最後までご覧になってみてください。それでは早速ハートを作っていきましょう。半分に折って折り筋をつけます。縁を中心線に合わせて折ります。裏返します。縁と縁を合わせて折り筋をつけます。縁を中心線に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。角を縁に合わせて折り下げます。裏返します。内側に指を入れて開きます。反対側も同じように折ります。白い部分の縁と開いた縁の部分を合わせて折ります。反対側も同じようにして折ります。縁を中心線に合わせて折ります。反対側も同じようにして折ります。縁に合わせて後ろ側へ折ります。反対側も同じようにして折ります。尖っている部分を後ろ側へ少し折ります。反対側も同じように折ります。ハートが完成しました。ハートを必要な枚数に応じて折りましょう。7色のハートをのりで貼り合わせます。今貼ったハートを中心より少し上の方に貼ります。今作った7色のハートをあと6個作って虹のようにレイアウトしてみましょう。次は雲を作っていきましょう。雲の型紙を1枚作って同じ形の雲を2枚描いています。それぞれの雲をハサミでカットしましょう。ここでは雨上がりの夏の空をイメージしてさらに雲を付け加えていきます。この折り紙はプリントペーパーを活用しています。プリントペーパーが切り終わったらレイアウトして雲や虹をそれぞれ糊で貼っていきます。